最初にあれだ、陽介さんの挨拶ね。ああ、はい。じゃあ、まず、あそこに行ってください。本日は、大丈夫ですか？大丈夫だね。ちょっとタイムラグがあるんだね。本日は、まあ、その辺に立っていて、そこで、挨拶していただきますので、今渡しますからね。あ、映んないんだ。わかりました。じゃあ、その時だけ前に。本日はですね、これからインタビューズ2ということで、奥山さん、本屋の奥山さんに、フクロウの話を聞いてはいけないということで、奥山さんのいろんなことについてお聞きしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。最初に、町カレの柏町田カレッジの学長である山下さんからご挨拶いただきたいと思います。お願いします。皆さん、今日はありがとうございます。柏町中カレッジとは、この柏の町全体を学校として、お互い学び合えるような環境を作っていくような形で、まあ、ハックルベリーブックスさんであったり、カフェであったり、公園であったり、そういったところでこれまで約9年間、350回ぐらいこういう講座を、開催してやってまいりました。まあ、誰が先生っていうわけでもなく、今日はたまたま奥山さんに先生やってもらいますが、誰でも先生になれて、でいつでも学び合えるような環境を作っていきたいなと思ってやってます。で、インタビューズといって今日は2回目になります。で、3回目は4月6日に予定してますので、よろしくお願いします。またこのハックルベリーブックスさんをお借りして、今年は街中映画館といって、映画館じゃなく街の中で映画をしていこうということで、この会場をお借りして毎月1回映画を開催してます。最初の木曜日の6時半からここでやらせてもらってます。2月7日にバレンタイン一揆という、児童労働チョコレート農場で働く人たちの話や、3月7日またこちらで6時半からハーフといって、まあ、日本に住むいろいろな人種の多様性の話なんかを中心に、まあ、ドキュメンタリーを放映しながら一緒にその後みんなで話し合うという時間を設けてますので、もしよかったらよろしくお願いします。では、前置きが長くなりましたが、今日は奥山さんをお迎えしまして、ゲストの藤田さん、よろしくお願いします。はい、それでは始めたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。では、ここから座ったままで、始めさせていただきたいと思います。で、我々は今日の司会進行させていただきます所秀明と藤田百合子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、早速なんですけども、では今日はですね、スケジュールなんですけども、今挨拶山下陽介さんがしていただきまして、これから1時間ほどインタビューということで、奥山さんのお話をお聞かせいただきまして、その後15分ほど、会場から質問タイムを取りたいと思っていますので、そこでいろいろと手を挙げていただきまして質問していただけると思います。で、その後サイン会&ティータイムということで、本をもし買っていただければサインもしていただけますし、それからその後ろの方にいろいろ茶菓子が用意してありますので、まあ、その間歓談もしていただきながらティータイムも合わせていただければと思っています。大体1時間半ほどで、今日は終わる予定でおりますので、どうぞよろしくお願いいたします。では最初に奥山さんの簡単な略歴等をお願いいたします。では奥山さんの略歴を紹介します。奥山さんが千葉大学大学院修士課程、奥山さんは千葉県に生まれまして、千葉大学大学院修士課程を修了されました。都立高校教員を経て2010年にハックルベリーブックスを立ち上げます。白百合女子大学非常勤講師なども務めていらっしゃいます。1998年に第一歌集を発表、2011年に出版された物語の揺らぎ、見切れない時代の児童文学、黒潮出版発行で日本児童文学者協会新人賞を受賞されました。また第二歌集まとめのフクロウ、2017年コール作者発行で平成30年日本視覚随筆評論大賞の短歌部門大賞並びに
日本歌人クラブ南関東ブロック優良歌集賞を受賞されました。はい、ありがとうございます。そういう奥山さんを今日はゲストに迎えて、ゲストといってもね、ここが実は奥山さんのお店ですから、実は我々のがゲストなんで、本当は店主なんですけども、始めたいと思います。なんですが、今実はですね、このお知らせしたプロフィールの他に奥山さんの隠れた素顔がですね、我々ちょっと見つけてしまったんですね。ちょっと先に実はちょっとスクープかもしれませんが、お見せしたい。あれ違っちゃったこれ。衝撃。あれ、待て。あれ音が出ない。音が出ない。やんなくていいよ。大丈夫、大丈夫。面白そうです。面白いですけど、誰でもできるんですか？誰でもできます。はい。うちの2階でも今度始める。あ、そうなんですか？はい。見ててもいいですか？あ、いいんですよ。ぜひ。はい。いかがでしょうか？これ実はですね、さっき、山下洋介さんがご紹介いただいた、町カレーにも絡んでるんですが、町カレー図書館というのをやってまして、その PR ビデオみたいなもので、主演女優として、はい、出ていただきました。はい、今ちょっと余談だったんですけど、早速では始めていきたいと思います。はい、初めにですね、まず2つの本があることはご紹介したんですけども、先に出たこちらの物語の揺らぎ、こちらの方ですね、こちらの方から話をまず始めていきたいと思います。で、この本は、児童文学の批評集です。で、第1部の、自分の揺らぎ、物語の揺らぎ、そして、まあ、後でご紹介しますが、第2部の方で、世界の揺らぎと児童文学。で、第3部が、見切れない時代のエンターテイメント。という3つの、まあ、大きな章立てになっておりまして、その中でいろんな、物語について、批評していくような流れになっています。で、我々読ませていただきまして、正直言いまして、今回初めてこのために、本は前から買ってあったんですが、読ませていただきまして、正直、素晴らしい、改めて、奥山さんが、本当に真摯に、児童文学に取り込んでいらっしゃいまして、これ本当に皆さんに読んでいただいていい、素晴らしい内容だっていうことを改めて思いました。で、それだけじゃなくて、考えてみると、その児童文学をしっかり、こういうふうに批評活動もされていて、その後でこういう児童文学の新刊の専門書店を立ち上げられて、しかももう丸8年ぐらいになりますか。はい。8年になる。これ新刊 の書店って今本当に難しい時代の中で、しかも児童文学というジャンルだけでやってらっしゃるというのは、ある意味ちょっと奇跡に近いようなことじゃないかと思っています。で、それと、まあ、だいぶ前から批評活動を続けていらっしゃって、で、それをまとめられたのがこの本ということになります。で、まず第一部の方ですけども、まあ、自分の揺らぎ、物語の揺らぎということなんですけども、いくつか の本を取り上げているんですけども、大きなつかみで言うと、まあ、作品の出口っていうことがキーポイントになってきます。で、多様な出口があって、それは物語の出口でもあるんですけども、ある意味その中で描かれている、登場人物たちの成長、それはある意味では出口というよりも、子供がいかに、まあ、出口というよりも大人になるか、そういうことにこう重ねられて見られているのかな、そういうところが読んでいくと僕らには見えてくるように思います。で、それが成長の物語であると同時にですね、その一つのキーワードになると思うんですけど、少数性といいますか、少数者といいますか、そういう言葉にも最後つながってくるというところが
見えてくるように思うんですけども、まず最初にですね、そのこの児童文学の中で作品の出口、ということに着目されて、しかもそれを事件の完了っていうそのある批評家が取り上げた言葉への違和感としておそらくその批評をね出発されたとこがあるんじゃないかと思うんですが、その辺についてまずなぜその辺に注目されたのかっていう辺をお聞きできればと思うんですが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ最初にちょっと簡単に、じゃあ私がなぜこう児童文学の批評みたいのを書いてるのかということなんですけども、はい、それをまず聞くべきだったよね。はい、でまあそれはほとんど関わってくるんですが、私が、まあ、今振り返ってみるとっていうことなんですけど、私は子供時代を過ごしたのって1960年代、70年代で、大学に入った時は80年代の初めぐらいだったんですよ。で、自分の子供時代に読んでいたものとか触れていた、まあ、漫画とか、そういうものってすごく成長ものが多かったんですね。それやっぱり社会、児童文学もその頃やっぱり成長を描くというか、そういうのを一つの児童文学の柱にしてるところも実際にはあって、でいろんな子どもたちを描く場合でも、なんか作品の中で子どもたちが変わっていくというか、それから私は子どもの頃は電気とかも好きで、まあ、電気っていうのもまさに本当に人がこう最後こう成功に向けて変わっていくみたいな、まあ、そういうなんか人が変わっていくのっていいなって。あと漫画もすごい好きで、エースを狙えとか、ものすごい好きで、ああいうスポーツ主人公がなんかコーチに見出されて、成長していくみたいな、まあ、こういうふうになりたいなとか、まあ、そんなふうなことを思ってて、で、中高時代はまあ卓球部で部活ばかりやっていて、まあ、やっぱり部活、スポーツやるっていうのも結局、なんか最終的にこう自分をこう高めていくというか、まあ、そういう感じでずっとこう小学校、中学校、高校ぐらいまでこう来て、で多分大学に入った時点でなんか疲れちゃったんだなっていうふうに自分は思うんですね。で疲れた、そうですね、まあ、こんなふうにこう次こう自分がこう変わっていかなきゃいけないっていうふうになんかこう思っている自分っていうんですかね。で、まあ、しかもその大学もその、まあ、あんまりその目的もなかったんで、とりあえず教員でもっていうことで教育学部に入ったりしたんで、何かこう専門に向かって何かやっていくっていうよりも、なんか小学校教員養成課程だったんで、まあ、割と何でもありみたいな科目だったわけですよ。だから大学に入ってなんかそれまでこうなんか成長しなきゃみたいに思ってた自分がすごく緩んだというか、もう別にそんなことしなくても大学時代ってすごくなんかこう遊んでられるというか、まあ、そういう感じになったんですね。だけどそのすごく緩んだ時にまあ、逆に言うと、じゃあ自分はこっから先どうしていけばいいのかっていうのが全然こう見えなくなったというか、まあ、そういう感じだった時に児童文学に出会ったという感じなんですね。割と遅く出会ったかな。そうです、だから子供の頃から子供の方いっぱい読んでたっていう感じではなく、まあ、読んでましたけど、そんなに別に、なんか本好きの少女だったとかっていう、むしろ漫画とかの方がいっぱい読んでたみたいな感じだったんで、まあ、そういう感じですね。それで、大学に入って、まあ、何がしたいかよくわかんないんだけれど、でもなんか今までみたいにそのガリガリこう成長していくなんていうのも疲れるな、みたいに思っていたのが80年代で、で、まあ、その頃って実は児童文学って、の中でもそれまでこう子どもたちの成長を描くみたいなテーマだったのが、まあ、世の中全体がそんな風にこう成長なんかしていけないっていうことにこうなんかある意味気づき出してた時代で、まあ、児童文学の中でもそういう成長物語に対する疑問っていうのが生まれていた時代なんですよね。それからあとは私教育学部だったんで、そのアイデンティティを確立するみたいな発達段階とかそういうの勉強するじゃないですか。それもなんかすごいうさんくさいなと思っていて、そんな風に段階を追ってね、人はこう変わっていけるわけないと。だけどやっぱりその心理発達心理学とか児童心理学とかの中からもそれはちょっとおかしいんじゃないかっていう見直しが出てきた時代だったんですよね。それでまあそんな時にまあ、たまたまうちの妹が青田に行ってまして、青学ので、そこ の, 教員をやっていた方がこの実はゲド戦記を訳した清水雅子さんで、うちの妹はその清水雅子さんの研究室だったんですね、幼児教育科で。
それで、まあ、私もその頃教員養成の大学にいたんで、まあ、妹がその清水先生から、まあ、いろんなその児童文学のリストをもらって、でお姉ちゃんも小学校の教員になるんなら少し読んだ方がいいよ的な感じのことを言われて、それで、まあ、まずこの自分が訳したゲドとかいろんないい作品のリストを清水さんが作ってたんですね。それでまずこのゲドを読んだ時に衝撃というか、まあ、これは皆さん読んでいただけるといいと思うんですけど、やっぱりそれまでその人ってこう変身して変わっていくみたいなところが、これは全然違う変わり方で最後終わるんですよ、衝撃の結末というか。これ当時も多分すごく衝撃の結末だったと思うんですけども、これを読んで、なんか児童文学ってすごいなというふうに思ったんですね。それでその清水さん の, いろんなリストの中には、当時、まあ、今はちょっとかなり忘れられちゃってますけど、割と一世を風靡してるこの灰谷健次郎さんという方がリストもあって、このうさぎの目もですね、割と当時話題になっていて、これ読んだ時もすごい衝撃で、児童文学でこういう差別とか、なんかこう生きづらい、まあなんかこう、処理場の子どもたちみたいなのを描く、こういうのがあるんだと思ってすごい、まあ、ショックを受けたわけですね。で、まあ、児童文学ってすごいなと思って少しずつ読んでいくうちに、ちょうどその清水さんがこの子どもの本の現在っていう本を出したんですね。でこれ批評集なんです。でこの批評集がすごい面白くて、で何が面白かったかって、この本の中で清水さんがこの当時一世を風靡していたこのうさぎの目を痛烈に批判してたんですよ。これは違うっていうことで、で、まあ、批評ってそういうなんかこう、みんなが信じているものをなんか打つ力があると思って、すごいショックを受けたんですね。それで、その頃ちょうど私が大学の3年生の時に、私の、まあ恩師って言っていいような児童文学をやっている佐藤元子さんっていう人が千葉大にちょうど来たんですね。でそれも本当にたま私が3年生ぐらいの時にいらして、それでその佐藤元子さんがいつもやっている評論研究会っていう児童文学の研究会があるんで、来たらって言われて、それでまあ、その評論研究会に初めて行ったんですよね。でその評論研究会はそこにいらっしゃる細谷健二さんとかも、もうすごく歴史のある評論の研究会だったんですね。それで、これに行ったら、今度、この清水雅子さんのこの本が話題になっていて、この本が批判されてたんですよ。で、だからもう本当にその何ヶ月かの間なんですけども、次々と自分がハッとされたものが、批判され、批判され、批判されって、こう、どんどん価値観がひっくり返されるような。で、批評ってすごい面白いなと思って、そして、まあ、その評論研究会にも行くようになり、自分もなんかそういうことを書いてみたいというか、まあ、書いてみたいとまでは思わなかったけど、まあ、評論っていうか、もうちょっと児童文学を研究してみたいというふうに思って、で、大学院に行くことに決めたという、そういう感じなんですね。で、やっぱりその時に、さっきも言ったように、児童文学の世界でも、成長するっていうことが見直されていたんですよね。で、どんどんこう、のめり込んでいったというか、そういう感じですね。うん、所さんとは、奥山さん、小説は書かないんだろうかって話をしてたんですけれども、それでは、もう、小説のことは全然考えたことなかった。そうですね、物語を書きたいっていうのはほとんど思わずに、評論の方がもうとにかく面白かったんですね。こう次々とこうか価値観がこうかひっくり返されていくというか、そういうものを書いてみたいっていうふうに今思ったりしたんですね。この本の中でちょっと紹介されていたのは、ある批評家の方が事件の完了っていうのが日本の児童文学では弱いと、はい、つまり他の欧米の作品は大きな物語があって、でそれが最後カタルシスがあるような大団円を迎える、で、しっかりと物語が終わるみたいなことがあったのに、日本の小説って、そもそもなんかこう、終わり方が曖昧であったりとか、こう、大きな物語じゃなくって、ちっちゃな日常で終わっちゃう、いつまでか終わっちゃうみたいな話が多い。それがいけないんじゃないかと。で、きちっと事件が完了することが日本の児童文学でも大事なんじゃないかっていうことを、まあ、述べて、そういう作品が、例えば、どんどん出てきたわけだけど、この中で言うと僕らは海へっていう本を取り上げながら、はいはい、それに対する、まあ、違和感というか、それは違うんじゃないかっていうことを述べてる、批評も入ってましたよね、はい、それは今の話につながる。そうですね、だからやっぱり児童文学がそうやって子どもが成長し、なんか大団円を迎えて終わるっていうのが戦後の児童文学の、まあ、大きな、なんか一つのテーマだったんですよね。それは、まあ、戦時中からの反転だと思うんです。
ね、あの戦争で死ぬ子供を育ててた時代からの反転だと思うんですけど、でもやっぱりそれだけじゃこうあのいけなくなった時代に、あの、まあ、この、僕ら海へっていう作品は那須正元さんが書いてるんですよね、あのずっこけ3人組を書いた。だからまあその那須さんのその本もやっぱりそのそういういわゆるその物語がカチッと子供たちが成長して終わるみたいなのとは違う世界を開いたっていう作品で、やっぱりその作品に乗りながらなんか新しい児童文学っていうのを読んでみたいというか、そういう感じだったんですね。児童文学ではないんですけれども、あのキラキラ光るとか、はい、1973年のピンボールを上げて、はいはい、あの成長からさらに進んで、あの無意味さの需要、はいはい、それにも触れてらっしゃいましたけれども、はいはいはい、そうですね、あの、うん、で、まあ、私はなんかそんな感じで、あの成長についていろいろとこうなんか、まあ、ちょっとこう発言したりとかしてて、当時そのさっきの評論研究会の中ではなんかあの成長問題研究家みたいな、そういうあのあだ名をつけられていて、そんなことあった、そうそう、成長についてこういつも言うみたいな。だけどあのなんていうんですかね、まあ、こういう作品なんかも結局出口って言いながら、まあ、成長はどうあるかっていうことをまあ考えていくわけですよ。でも成長するとかしないとかも含め、なんかこう一般的にこう人がこう成長していくと社会人にこうなって、その社会の中に入っていくみたいなあの方向性っていうのが一つ、まあ、一般的に成長ってそういうものじゃないですか、社会の中にまあ一人前になっていくみたいな。でも、なんか私の中ではそういう、なんか社会の中に結局こう入っていくっていうのが、なんかこうつまんないなっていうか、それよりなんかここからこう外れていくものというか、なんですかね、まあ、やっぱりこの80年代ぐらいっていうのは、あんまりその、なんか、次々とこう何か生み出すみたいなものが信じられなくなってきた時代だと思うので、まあ、それも含めて、なんか、こう子供が持っている、成長しないってわけじゃないんですよ。だけどそんなにこう目覚ましく人って変われないっていうところを、なんかこう微妙なところをこう救い取るような、その時に岡山さん、しばしばその、まあ、対立軸をね、例えば初めのベンとジョージの話でもそうですし、それはそのなんだろうね、自分がその単一のものじゃなくて複眼的な自分がそこに表現されてるんじゃないかっていう基軸があったし、それからその出口の話で言うと、まあピンボールの話なんかをピンボールの話なんかを例に挙げて、僕とネズミの生き方のまあ出口の違いを取り上げて、それがそのまあタウンゼントのサムとジェニーの話であったり、エグニー香織さんっていうんだっけ、のこのムツキとショウコですかの対立軸であったり、でそれがそのさらにその90年代の文学だと、この2つのね、作品につながっていくっていう対立軸を立てながら、そこを議論していくような形だったですよね。でそれを通してその単純に子供が大人になるっていうことの、なんていうかな、あまり単純に捉えないようなところをやっていくんですけども、それがその最後のところで、僕ちょっと藤井さんもすごく気になってらっしゃったと思うんだけど、単純に子供がいかに大人になるかって話から、そもそも人は何になるのかっていう少しパラフレーズされて、でその西の魔女は死んだっていう話とステゴザイルスを取り上げられて、そこに少数性の問題っていうのがちょっと初めて多分この物語の本の中で出てくる、その辺の経緯をちょっとご説明いただけるといいなと思うんですが。そうですね。西の魔女が死んだっていうのは最後、子供が魔女になるんですよ。魔女になるっていうことを、まあ、イメージとして目指していくんですね。それからステゴザウルスはステゴザウルスになるっていう、つまり大人になるとか女になるとかじゃないイメージを、まあ、そういう言葉で表現している作品で、まあ、これすごく面白いなと思ったんです。で、その魔女とかステゴザウルスもそうなんですけど、さっきも言って、なんかこう、社会のなんか多数の一員に入っていくんじゃなくて、そこからこう外れていくっていう、ことを、まあ、一つの人の変わり方の価値として、なんか、なんかすごくいいなと思っちゃったんですね、その頃ね。で、まあ、それで、まあ、少数性っていう言葉が、いろんな評論にも出てたんで、まあ、ちょっと使ったりしたんですけどね。少数者になるっていう視点は、とても優しくもあり、とても厳しいものでもあると思うんですね。うん、その
論文にも現在の私たち自身が実は巫女、まあ、巫女っていうのは別の物語で巫女が召集者として表現されているんですけれども、その教会に立って入れ続けている存在は子供であるとおっしゃってらっしゃる。で、その、まあ、この20年前に書かれた論文ですけども、今の現代っていうのは、例えばこう無意味さを受容するっていうことにおいて、とても変わってきたと思うんですね。大学では文学部必要ないとか、LGBTは生産性がないとか、そういう時代においてさらに私たちが問われるべきかとか、どう考えてらっしゃいますか？いや、それは本当に自分がそんなこと書いておきながら、なんかそのことをちょっと忘れていたなみたいな、改めてちょっと思ったりするんですけど、ただその少数者っていう言葉を私が結構当時出した時に、あなたは少数者になる覚悟はあるのかということをたまにこう聞かれたんですね。で、それはまあ少数者っていうのは今おっしゃったみたいに、やっぱ外れ者なんですよ、世の中の。だけど、すごくユニークな面も持っているっていう、そういう存在としていろんなまあ評論とかに出てくるんですね。だから、外れって他の人と違うから、それはある意味孤独でもあるし、やっぱりその覚悟って言われると、って思うわけなんですけど、まあ実際にはその少数者か多数者かどっちかじゃなくて、人間ってその間で揺れてるんだと私は思ってるんですけど、でもまあその少数者に、まあちょっと私の中に憧れるところがあって、でそれはまあどっかにも載ってるんですけど、分子進化の中立説っていうのがあって、人間のなんていうか遺伝子のレベルで言うと、その人間の体の中に、意味があるというか、役に立つと思われる遺伝子もあれば、やや有害な、その人の存在にとって有害な遺伝子も持っていて、中立のもあると。で、それが最終的にその世の中とか自分の環境が変わった時に、それまで有害だと思われていたものが、力を発揮することもあるっていうことですね。だから、なんていうんですかね、突然変異とかもそうだと思うんですけど、それまでその世の中で無駄だと思われてた存在が生き残るみたいなのってあるじゃないですか。そういうのってすごく希望が持てるというか、なんかこの世の中でこんなのは必要ないとか、排除されてるみたいなものが、いやいや、環境が変わったらどうなるか分かんないよっていう、そういう気持ちが私の中にあって、なんかそういう少数のものにちょっと憧れるという感じですね。まあ、これは僕の解釈になっちゃうかもしれないけど、第一部はこの自分の揺らぎ、物語の揺らぎということで、内的なその、まあ、成長を、まあ、その物語の出口の問題に重ねたりしながら、その中で、その必ずしもその固定的な何かになるというよりも、もうちょっと幅の広い人は何になるか、うん、でその中で少数性の問題か何かに触れて、まあ、内的な成長の物語を、まあ、物語の中から見ていった。で第2部になりますと、世界の揺らぎと児童文学ということで、まあ、戦争の話をしようとか、まあ、ハックルベリー、これはどっちかというと家族の視点からハックルベリーフィンを取り上げていて、またパターソンのガラスの家族も当然家族の話なんですが、むしろその当時言った自分の内面の世界と その外の世界、まあ、特に家族の外、そこには戦争があったり、隙間があったり、民主主義があったり、貧困があったりする、その外との関連を第2部で取り上げて、でさらに第3部でもう一度その少数派の、少数、ここで何度かその少数派といったり、少数者といったり、言葉が少し変わってくるところもお聞きしたいんですけども、その系譜を、実はそのエンターテインメント、特にファンタジーとの関係で語っているというところが特に面白いと思うんですね。ファンタジーっていうのは、日常世界と異なる世界と、その二つを対比させるような、あるいはその異世界に完全に行っちゃうファンタジーもありますけれども、で、そこにその二つの世界の狭間を生きるようなものとして、さっきリサもおっしゃったが、巫女であったり、単純な善悪二元論でないような世界、見切れない世界、そこに多数派と少数派の問題も絡んでくるという形で論を立てていらっしゃると思うんですね。この流れは、確かにこう、なんていうか説得力があるのですが、ご自分ではその辺のことをどんなふうに考えていらっしゃいますか？そうですね。だから私の中ではその少数者
になるとか、そのやっぱりなんていうかこういわゆるその社会の中の社会の一員みたいなのにこう組み込まれていくっていうのは、どっかでこう例えば戦争の時に国のためにみたいな、そういうイメージとやっぱ重なるんですよね。で、だからそういうのは嫌なんですよ。そういうふうに人が変わっていくっていうのはすごく嫌で抵抗したいみたいなところがあって、でも世の中にはそういうふうに人をこう組み込もう組み込もうっていう動きっていうのがたくさんあって、あの第2部はほぼそれを批判したいっていう、まあ私の中では家族とかっていうのもある意味そういう力も組み込もう組み込もうっていう力の制度としての家族、そうそう家族とか、まあ、あの戦争もそうだと思うんですけども、まあ、そういうものにをなんかちゃんと見極めておきたいっていうところがあって、で第3部は逆にそういう少数者っていうのがこうなんていうか生き生きと生きられる世界っていうのはなんかいいなっていうことで、それがやっぱりファンタジーであったりエンターテインメント的な笑いとかユーモアとかそういう作品であったりっていう感じで、まあ、考えていたのかなっていう気がするんですね。少数者は今の例えば現代では何に当たるんだろうってずっと考えてたんですけれども、うん、物語の中では巫女であったり、まあ、特別な力を持った女だったりするんですが、多分個性とかそういうので表現されるのかなと思ったり、多分奥山さんがそういう物語とかこういう書店を通して伝えたいって思ってらっしゃることもそういう少数者と関係あるんだろうなと思うんですけども、奥山さんの中で少数者とはどのようなイメージを持っていらっしゃいますか？少数者っていうと別の言い方すればマイノリティってことなんですよね。だから私の中で子供もそうだし、まあ、世の中でうまくこう社会にうまく入れない人っていっぱいいるわけじゃないですか。私なんかは教員だった頃って、まあ、定時制の教員だったので、まあ、いろんな生徒いましたよね。でやっぱり社会にうまく入っていけないとか、それから女性っていうのもやっぱりその数じゃなくて、やっぱり世の中においては少数派とかマイノリティだと思うし、別にそのファンタジーみたいにその魔法の力を持ってるとかね、そこまでじゃないけど、でもなんかそれぞれがみんなある意味少数派の部分って持ってるっていう気が、まあ、私の中にはあるんで、動物とかも私なんかそうかなと思うんですけど、私たちがこうかなって思う価値観みたいなものをちょっとこう変えてくれるっていうか、そういう存在は見ようと思えば世の中にいっぱいあるんじゃないかと。でもそれを見えなくしたり、あるいはそういうのを排除したりっていう動きが世の中にすごく多いので、まあそういうものにはちょっと抵抗していきたいっていうのが、まあ評論を書くなんか自分の中の、まあ、モチーフというか、はい。で、もう一つ言うと、そのさっきの分子進化のあれですけど、少数者っていうのは、世の中が変わるともしかしたら有用っていうか役に立つみたいなものを持つ可能性があるんだけど、それはあらかじめわからないっていうところが重要で、これが役に立つかこれが役に立たないとか、これは外れ物だけどもしかしたらいずれこう役に立つかもよとか、そういうふうなことすら見えないのが少数派の魅力っていうか、そういう感じで思ってます。僕はやっぱり高校の時の教員の性格、後のこの実は窓辺のフクロウの話につながっていくとは思うんですが、後のこのフクロウを読むと、本当にそのリアリティを持って、教員生活のところでの実感こもった短歌がたくさん読まれていることがわかるんですが、そこで接せられた生徒さんたちのから受け取ったいろんなものが、やはりこの少数者っていうものに、こう奥山さんがある程度 こだわられるところにつながっているんだろうなというふうに僕はずっと読みながら思っていました。ただその一つだけちょっと疑問を呈すると、それを少数者という、まあ、単純に読んじゃうとこれ数が多い少ないだけの話になってしまうんですが、もうちょっとその少数者ということに補助線といいますかね、マイノリティって言葉もあったけど、あんまりその少数者っていう言葉に色をつけたくないお気持ちがあるから、あえてあまりそこに補助線をつけないのかもしれないですし、まだそのもうちょっと言葉が見つかっていらっしゃらないのかもわからないけど、単純に少数数が少ない多いだけの問題じゃもしかするとなくて、もうちょっとそこは膨らませる余地があるのかなっていう気は、むしろ期待としてですけど感じたところもありますが、
そろそろ次の話題に移りたいと思うんですけども、はい、今のところよろしいですか？はい、はい。で、その前に一個だけなんですけども、コラムで、途中に、迂回読書論、読者論っていうのがあって、これちょっと感心したんですけども、なかなか難しい、児童文学の中で、話を書いていらっしゃる方の作品なんかは、うん、なかなか実際の対象である子供は読まない。うん、だけど、それを、奥山さんが自分が読んでるっていうことが、実は現場で、教育の現場で役立ってるってことを実感されて、私を通して実は子どもたちにちゃんとその作品は届いてるって考えることもできるんだよねっていう読者論を提示されていて、短い文章なんですけど、これハッとさせられました。こういうことをご自分ではどうお考えになってますか？そうですね、これは結構この迂回読者の小さいコラムなんですけど、結構評判が良くて良くてというか、そうかっていうか、やっぱりその森岩瀬浄子さんとか、地味な児童文学の中で地味な作品ってあるじゃないですか。でそういうのって子供は読まないよみたいないうふうに言う人もいるんだけど、でもやっぱり大人が読んでそれをそのなんかその書くっていうか大事なところを日常で伝えてあげればいいっていうふうに思うので、なんかこう直に 本を読め読めみたいな、そういうなんか読者論的なのっていうのはなんかまあすごく短絡的すぎるんじゃないかなっていう気がして、もうちょっと本って本が一つの本の内容が人に伝わるって、もうちょっとこう広い経路がいろいろあっていいんじゃないかっていうふうに思ったりしてるんですね。だからまあ児童文学、子どもだけじゃなくて大人が読む価値もあるっていうふうにすごく思ってるんですけどね。はい、ちょっと、付け加えがたいことだったんですけども、奥山さんも私8年ぐらいお付き合いあるんですけれども、うんうん、ずっと見ていて、そこにある小さな命とか、あとあらゆる意味での弱者、そういうものを守りたいっていう気持ちがとても強い方なんじゃないかなっていつも思ってました。でこの次の歌にもつながることだと思うんですけども、そういうところから奥山さんの反骨精神とか、そういう既存のものを覆したいという気持ちが生まれるんじゃないかなと感じてました。私の感想ですみません。まあ、多分私、まあ、見た目もそうですけど、背が低いし、子供の頃、まあ、2月生まれだったりしたんで、大体こう外れます。人よりうまくできないっていうのが小さい頃ってすごくあって、なんか自分ですごくこうチビで弱いみたいな、まあ、そういう感じでずっといたっていうのはあるかなと思うんですよね。だから、なんかこう、まあ、生徒とか見てても、たまたま自分はこの子みたいにちょっと厳しい状況の家に生まれてなかったから、まあ今割とねこうまあ、すくすくとって変ですけど、まあ、普通に自由に育ってきたけど、自分がこの状況にいたら同じように、まあ、不良になるよなみたいに思うことですごくたくさんあって、まあ、だから小さいものにっていうか、自分もすごいいつこう小さくてよ、自分も弱いっていうか、まあ、そういう感じはあるんですよね、なんかどっかに。じゃあ流れよくその次の窓辺の袋の話に入っていきたいと思います。はい、まず月並みですけどですね、まあ、短歌を書き始めたきっかけとか、はい、まあ、これずいぶん長く続けてらっしゃいますよね。先ほど入り口で第一歌手を渡したと思いますけども、そこから数えるとだいぶ長くやってらっしゃって、まあ、第二歌手で賞を受けられたということなんですけども、この続けてらっしゃる理由等も含めて、ちょっと短歌をなぜどんなふうにやってらっしゃるか。はい。私がちょうど大学院ぐらいの時に、いわゆる田原真知さんのサラダ記念日が、すごい流行っていて、で、あんまりその短歌って意識しなかったんですけど、まあそれは読んで、あ、なんかこういう表現もあるんだって、なんとなくその思っていて、で、あと大学の時の教育実習の時に、短歌と俳句、短歌俳句詩っていうのが単元で、実習をやったんですよ。で、私は詩をやったんですけど、まあ短歌なんかもやってて、友達と一緒に、なんかその詩歌教育のことをちょっと考えようみたいなのをちょっとやったりして、まあ短歌とかも面白いなって、石川啄木の短歌とか読んだりして面白いなって、なんとなく漠然と思ってたんですね。で、初任で、都立の足立高校っていうところに勤めたんですけども、そこの、養護の先生が、影山さんっていうんですけど、その養護の先生が、
短歌をやってらして、それでその養護の先生とよくそのテニスとか一緒にして遊んでたんですけども、あの奥山さんなんか国語のね教員なら歌でも作ってみないとかって言われて、でその人が実はあの馬場明子さんが主催しているかりんっていうあの短歌で、短歌ってあの結社っていうのがあるんですよね。まあ、私はそれ聞いた時に秘密結社かと思ったんです。あの、でも今、短歌でも短歌の世界って結社であって、その師がいて、私はさ、まあ、たまたまだから馬場明子さんの結社に入って、まあ、あの、やってみないとか。もう逃れられないですね。そう、それで、まあ、今度までにちょっと作ってきてとか言われて、で、ちょっとまあ、私も田原町とか読んでて好きだったんで、まあ、真似事のようなのを作って持ってったら、その影山先生が、うまいわ、これ、とかって言って、いいわ、かりんに入りなさいとか言われて、まあ、よくわかんないうちに、その、かりんの会っていう、その馬場さんの結社に、あの、入ったんですよ。で、その結社に入るとですね、その、この短歌っていうのは、あの、毎月その10首作って送るんですね。そうすると、あの、その結社誌っていうか、結社のまあ同人誌みたいなのがあって、そこにまあ10首出して、そのうちまあ7首ぐらいか6首ぐらいかこう削られてダメなのは、で、それに乗るっていうのがあって、だからそれに、とにかく毎月10首出すっていうのがもうノルマになっていて、まあもちろん休んでもいいんですけど、休むと怒られるっていう、まあそういうこともあって、なんか、やっぱり結社ですね。ただ続けてきたという感じですね。はい。実は今日この本を出版されたコール作者の座間さんおいでになってます。もしあのちょっと担当者からして、あの一言なんかこの岡山さんの本に岡山さん自身についてのコメントとかいただけたら。あ、これちょっとそれもちょっと発言すると思わずちょっと準備してこなかったんですけど、これ岡山さんのやっぱり短歌の特徴というか、いいところというか、そこはやっぱり、まあ、今の中の話も出てきたんですけど、まあ、社会に対する、その、様々な、まあ、思い、反骨心だったりとか、まあ、こう、違うんじゃないかっていう、その、まあ、正義感だったりとか、そういったものが、ちゃんと、その、まあ、頭の中で考えるだけで、行動とともに、まあ、この生徒たちとの、接し方だったりとか、あと、まあ、デモに行かれたりとか、あとは、まあ、その、海外にいたときにスラムのことを取り上げたりとか、そういって、ちゃんと、実が伴ったもの、そういったところから、短歌を生んでいる。だから、それ、それゆえに、なんていうの、説得力のある、歌が生まれていて、それが多分、僕の心を打つんじゃないかなというふうに、私は考えています。はい。ありがとうございました。本当にね、いくつも、今、ちょっと流してますけども、印象に残る歌が僕らにもありました。でその中でも、僕、個人的にはですね、高校生の教員時代の歌、これ特に惹かれました。で、それを読んでるうちにですね、まあ、僕は個人的にという意味なんですけど、だんだん、奥山さんが教員を辞めたこと、そしてその次の仕事として、この本屋さんを始められたこと、その心のこう移り変わりのその微妙なところ、きっと終わりだったと思うんですけど、それについて聞いてみたいなって気持ちが改めて浮かんできたんですね。で、実際その歌を読んでみるとですね、その教員生活の断片がリアリと感じられる、歌が多いですし、そこにやるせない気持ちとか、辛い気持ちとか、そのほのかなその、癒しというかその希望みたいのも感じる歌もあったし、さっきおっしゃったみたいに教員としての矜持みたいなもの、あるいはその戦いも短歌の中にしっかり描かれているんですね。でそういうそのとてもその多分いろいろあった現場を離れることにしたっていうのはやっぱ大きな決断だったんだろうと思うし、でそのこの歌の中にも人生二毛作って言葉出てきますけども、その次の舞台が、やっぱり本であった。本屋さんであった。っていうところの、やはりやっぱりその、評論にも絡む話なのかもしれないけど、立ち入ってついお聞きしたくなる気持ちは僕はありますね。そこをまずちょっとお聞きできればなという思うんですが、いかがでしょう。そうですね。私は自分が教員にあまり向いてるとは思わなかったし、
もう本当に辞めたい辞めたいといつも思っていたというか、はっきり言いまして、辞めたい辞めたいっていうか、まあ、さっきから言ってるように、やっぱり評論を書くっていうか、児童文学の研究をするっていうのが自分にとっては、やっぱり中心にあったんですよね。それを一生やっていきたいっていうのは。でもまあもちろんその評論を書いて食べていけるわけもないので、まあ他の仕事やらざるを得ないということで、で、私は大学院の時に、奨学金をもらってたので、教員になる奨学金は、まあ今は返さなくていいっていうのは、まああったりして。割と実利的な話だったんですね。だからもう教員はなるしかないというか、もうだってもうその時にある程度借金を負ってるわけなので、だからまあ大学院では結構な額をもらってたので、まあそうですね、まあとりあえず教員になっていこうと思って、まあ教員になったわけなんです。それで、12年勤めれば一応その、奨学金のその分が、働いて返せるっていうことに、まあ、なってたんで、だから12年、まあ、それ一つの目標にはしてたんですけど、8年目ぐらいの時に、それ第一歌集とかにも書いたんですけど、結構体壊したりとかして、もうその頃やめようかなみたいにも思ったりもしたんですね。だけど、その時その病院の先生が、いや、大丈夫だからや、もっと続けなさいって言われたんで、まあ、それでもやめずに続けていって、それで、10年目ぐらいで定時制高校に変わったんですよね。でそれは定時制高校にはすごく興味があって、いろんな生徒さんがいるだろうなっていうんで、まあ、やってみたいっていう気持ちも ありつつ定時制高校に行って、そしたら意外とやっぱり思ってたより面白かったんで、本当は12年ぐらいで辞める予定だったんですけども、結果22年、教員をやってしまったという感じですね。だからやってしまったんだ。そう。自分の中では、本当にまあ、一番あれなのはですね、私の声ってこういう声なんで、人前で喋るのが、すごく疲れるんですよ。はっきり言って。だから特に前任制の時は生徒多いじゃないですか。だからその多い生徒の中で私の声を届かせるっていうのは、すごくこうテンションを自分の中で高めなきゃいけなくて、それ疲れるなと。で、定時制は人数が少なかったんで、そこまでじゃなかったですけど、それでもやっぱりなんか人前で喋るっていうのは、なんか人前で声を出すっていうのがすごく疲れるなと思って、やめたいやめたいといつも思っていましたね。今日は大丈夫ですか？今日は大丈夫ですけど。はい、そうおっしゃっても、前に子供の成長する姿や、まあ、子供じゃなくても生徒の成長する姿を見るの、それが一番感動するっておっしゃってたのを聞いた。はい、なんかそこと、まあ、ちょっとな先行ってしまうんですけども、まあ、書店とか似てるのかなって感じなんですね。まあ、やっぱり子供の、本当に変わったら、その物語の中でもそうなんですけども、生徒が1年生から4年生までこう変わっていくのを見るのはとっても本当にドラマチックで、まあ、いろいろ苦労ももちろんあるんですけども、それは本当に感動が多かったです。で、それで、だから私は大体1年生で担任を持つと、定時制は4年なんですけど、できるだけ4年まで卒業まで持ちたいっていうふうにいつも思っていて、まあ、先生によっては途中で辞めちゃう人とかもいるんですけど、いや、このドラマを見ずしてっていう感じで、まあ、それはすごく、面白いところにいたなっていうのはありますね。定時制なので70代の生徒さんもいらっしゃったです。そうですね。いろいろいました。はい。まあ、そのね、今言ったような経緯で続けてらっしゃったとは言っても、実際にはさっきの児童文学の評論、批評に、しっかりとその、やっぱり生きているというか反映させ、はい、結果的には十分それが生きている結果にはなっていたっていうふうには見えますけどね。そうですね。特に定時制に行ってからの、最初に持ったクラスの子が一人、まあ、自殺してしまって、まあ、初めて定時制で持ったクラスの子で、しかもまだ1学期の夏休みぐらいだったんですよ。だからほとんどまだ関わってない時に、まあずっとこう中学ぐらいからいろいろとこう抱えていたもので、結局、まあその子はまあ亡くなってしまったんですね。で、それは私の中でやっぱり大きく価値観を変えたというか、やっぱりその前日の時とかも生徒と関わっていて、まあなんだかんだ言って人はそんな簡単に死なないっていうふうに思ってたんですよ。だけど、その時に、人ってこんなに簡単に死ぬんだなっていうふうに思いまして、で、よく見るとその子だけじゃなく他にも例えばヤクザに入ってしまう子がいたりとか、薬物とか、まあ、とにかくこう、結局どっかで死にたがってるっていうのを抱えてる子ってすごくたくさんいて、
それはなんか私の中ではその物語を見る目を変えたというか、あの児童文学いろんな作品読むときでも、これがその自分が持っているあの例えば死んでしまったその子も含め、あの子たちに届く話なのかどうかっていうことを自分の中で物語を読むときの一つの価値判断の、まあ、一つの核にするようになったっていうのはあって、まあ、そういう現場にいたっていうことはやっぱり評論を書くときでもあのすごく良、まあ、かったなっていうのは思いますね。あんまりそこをね、因果関係みたいに結びつけてしまうのもちょっとどうかなとは思いますけども、でもそういう、まあ結果的にはそういうことがあったんでしょうね、きっとね。そうですね。あの、まあその評論の中でも、あのずっこけ3人組について書いてる評論があって、まああれなんかはエンターテインメントって論じてるんですけど、あの、でもずっこけ3人組って、あの90年代ずっと20年ぐらい続いていくシリーズで50冊ぐらい出てる、那須さんの本当にエンタメなんですけど、でも90年代ぐらいの作品になると、社会のいろんな闇の問題をね、取り込んで書いてるんですよ。で、そういうのをね、あの、まあ、ずっこけについて何か書くっていう時にやっぱり自分の生徒とすごく社会の在り方として重ねるところがあって、あのそういう目でずっこけを読めたりっていうのはあの、まあ、どっちがどっちってわけじゃないんですけどね、あのよかったなと思いますね。あの怒りとか悲しみとかたくさん体験されてきたと思うんですけれども、あのそう言葉で表現することによってまあ歌に昇華するって言っていいのか、でも、まあ、やむにやまれない気持ちで書かれたことが多いと思うんですね、先ほどの話にあったように。でもそのこう掴みきれないこともあったり、多分いろんな葛藤があるんだろうなと思うんですけども、そういう中で歌を読むって奥山さんにとってどういうものだったんでしょう。いや、あの、だから毎月10首書かなきゃいけない。10首出さなきゃいけないので、もうその時その時に目の前にある、あの、いろんな事件というか、やっぱりそれをまあそのままもちろん生徒のことを生では書けないですけど、やっぱりそれに触発されて書くっていうことにやっぱりどうしてもなってしまったので、あの、その生徒のことを歌いたいと思って、そのテーマを選んだというよりは、その時その時に10首出さなきゃいけないから、あの、ああいう事件があったな、みたいに思い出して、あの、ちょっと書いたりとか、旅行ったな、と思ったらそれについて書くみたいな。ただ、あの、今になってみると、やっぱりなんていうんですかね、その意思的に書いてたわけじゃないんですけど、と言って受け身で生きてたわけでもないっていうところがあって、その、なんていうんですかね、その、こう書くぞみたいな気持ちで書いてたわけじゃないんですけども、短歌を作るぞみたいなことで作ってたわけじゃないんですけど、作ることでなんかその世の中を受け止めていたというか、そういう感じは今になるとあるのかなっていう気はしますね。やっぱりその日常が重いところを短歌の中で何か消化させるみたいなところがある、まあ、消化まではしないけど、とりあえずそれを受け止めておける場所があるというか、入れ物みたいなのがあったということなんですね。そういうイメージですね。あの高校のね、特に今あの印象に残ったって言ったんですけど、実際はでも高校の話だけではなくて、はい、あのいろんな旅行のことがあったり、それから、まあ、あの本屋を始めてから本屋さんのことについての歌があったり、それは本当にむしろ、なんか、伸びやかな、むしろ楽しいと言ってもいいかもしれないけど、なんか、希望があるような歌があったり、それから、今日は語らないことになったんですが、結構、フクロウについての歌もあって、で、多分、そのフクロウっていうのは、その、実際はこの、実際ね、ここに、土日なんかを連れてきてこられた。今日もいます。今日もいる、はい、います。そうなんだ。まだちょっと顔をちゃんと見てないですけど、まあ、そういうふうな、身近な自然というようなことでもあるのかな。その、フクロウを通して、実は奥山さんはもうちょっとその自然につながるようなもの、あるいは場合によってはその自然が汚染されてしまったり、汚れてしまったり、そういったことにもつながるようなものとしてフクロウを見てらっしゃるような気がするんですが、ちょっと語っちゃいますか？フクロウですか。フクロウは本当にたまたまよく旅行に行った沖縄のある商店街の小さな雑貨屋さんにフクロウがいて、それを見て、ってフクロウって飼えるんだと思って、そのやっぱり羽がすごい綺麗だったんですよね。それでまあ店を、それは店やるちょっと前だったんで、まあ店になんかこう
なんか象徴みたいなマスコットとかがいればいいなみたいな、なんか軽い気持ちで、まあ、買ったわけなんですけども、ただやっぱり、まあ、矛盾してるというか、本当はこんな人間が買うべきものではないものを買ってるわけだから、あのフクロウにとってもね、どうなんだろうっていうか、まあ、どっかでこう、こんなことしちゃいけないんだなって思いながら買ってるところはあって、まあ、さっきこのありましたけども、これはその、いわゆる野生のフクロウではないと自分に言い聞かせて、自分がその最後まで責任を持って買うという、まあ、そういう気持ちでいますけど、でもやっぱり時々こう、本当に野生の人間とは違う行動をしたり、思いもよらないことをするじゃないですか。それはやっぱり自然に触れる良さというか、そういう感じがしますね。あ、じゃあ、そう、自然と言ってたので、この歌の中でとても印象的だったのは水の存在だったんですね。奥山さん、もともとハクレベリーブックスと名付けられたことからも分かるように、ハクロビリーピンの大ファン、大好きな物語だと。で、ハックの物語でも水がとても印象的に使われてるんですけども、奥山さんの詩でも歌でも、まあ、沖縄の海だったり東京の海だったり、橋の下を流れる川の、もうたくさん水にまつわる歌があります。結構、まあ、例えばこの川はどっちに流れているんだろう、簡単なことも淀む東京とか、何かちょっと奥山さんの気持ちをこう反映した、決して明るくない歌も多いなって感じてたんですけども、奥山さんはそう水辺で何を思ってらっしゃるんだろうと思います。そうですね、まあまあ、ちょっとあれなんですけど、そのさっきその亡くなっちゃった子がいるって言いましたけど、彼女は川で死んじゃったんですよ。それで、まあ、その時も本当に、まあ、いろいろ連絡とかあったりしてあれなんですけど、で、まあ、その時から結構、なんか川っていうものは、に対して、すごく自分の中では、なんか一つのテーマになったというか、まあ、川ってこう、まあ、人生の川とかいろんな象徴もあるし、あと、その、何か生むだけじゃなくて、やっぱり死にすごく近いような、部分もあるし、まあもちろん時間の流れっていうのも、その時間の推移とか、だからこの窓辺のフクロウの、書いてた頃っていうのは、まあそういう事件もあったりした川なので、結構あちこちの川に行きました。なんか川が好きだったので、川を見たいというか、ナイル川行ったり、まあ、もちろんミシシッピも行ったり、日本の中でも吉野川行ったり、なんか川を見るっていうことに、なんか自分の中で、すごく惹かれてた時期だったので、まあ、海というよりやっぱり海とも違う、山とも違う川っていうものが持ってるものですよね。それは一つのテーマではあるのは確かですね。うん、はい。では、第1時間が来たので、大丈夫ですか？はい。そしたらですね、ここから、質問タイムに、あ、いいですか？入りたいと思います。これあるからいけるかな？大丈夫？これさ、少し下げるか。ここにすれば。だいぶ。では、これから15分ほど、皆さんから質問タイムしたいと思います。どんなことでも構いません。前半のような、批評についての話でもいいし、後半のような、短歌の話に絡んでもいいです。他のことでも、結構ですので、手を挙げて、挙手でお願いできればと思いますので、はい、どなた、いかがでしょうか？いかがですか？はい、どうぞ。不登校の子どもたちが集まる場所とかに時々顔出しに行ってるんですけど、そういう子たちって学校には行きたくないわけじゃないですか。だけど、その行かなきゃいけないじゃないですか。その葛藤してる子にその子が元気が出るような言葉をかけたいけれど、まあ、そういうのもおこがましいのかもしれないけど、例えば、なんていうのかな、その、
こうでも学校に行かなくてもいいよって言うのもちょっとなんかあれじゃないですか。こう どう言葉をかけたらその子たちはほっとすると思いますか？そうですね、まあ、私の中で基本的に、まあ、高校の教員やってましたけど、まあ、その学校っていうもの自体がたかだか人間の歴史の中でこのもう何百年ぐらいしかないようなものなんで、まあ、絶対なものじゃないよっていうのがすごく思ったんですよ。だから別に学校行かなくても生きているっていうのはありました。ただ、まあ、今の世の中で生きていくとなると、まあ、学校に行っても、まあ楽というか近道というか、その子にとって楽な道だということも確かで、学校行かないで、まあ、さっきのように少数者じゃないですけど、まあ、違う道を選んでいくのは大変なことだっていうこともあるし、だけどそれ本人がその方がいいって学校よりそっちの方がいいっていうんだったらそれも全然構わないと思うんですよ。で、まあ、私はどっちかというと定時制にいて、定時制 の生徒たちは小中全然行ってこなくて、高校になって、まあ、それでもやっぱりちょっと学校に行かなきゃみたいな気持ちで、まあ、もう一回再起、するつもりで来るみたいな子が多かったんで、そうするとなんか一日も休まず来たりとかする子がいたりとか、まあ、人ってだから本当にそれこそどこで変わるかわかんないんで、まあ、あんまりその学校に絶対行かなきゃいけないとか、まあ、逆に、まあ、行かなくてもいいとか、あんまりこっちが決めないであげた、あげれば、そのうち自分でこう決めていくしかないというふうになると思うんですけど、でもやっぱり、親御さんとかにしてみれば学校行ってもらいたいとか、やっぱりその、やっぱり普通の多数派になってほしいっていうのはあると思うんですけど、まあ、でも、そういう感じでいます。なんか自分が結構少数派の生き方をしているところがあって、はい、でそういう子たちといるとすごくホッとするんですね。なのでなんか自分ではその大人っていろんな先生がいたり親がいたりいるんだけど、自分はなんかどっちかっていうとなんか変なとこにいたいんですよ、はいはい、その変なとこにいてなんとなく会った時に他の普通の大人と違うことを喋ってくれる変な大人、なんとなく親しみを感じるみたいなところに、はいはい、いようと思ってて、でこのここに来た時に奥山さんの立ち振る舞いとかその歌詞を見て、あこの大人の人は素敵だって思ったんです。だからちょっとファンです。ありがとうございます。でも本当にやっぱり子供って親か先生しか、まあ、接することがなかなか身近にいないじゃないですか。でそこで全然関係ない第三者的な大人がいるっていうのはすごく大事だと思う。思ってて私もだそういうのが児童文学によく出てくるし、第3部が森人シリーズの話でした ね、はい、まさに守る人ですけど、でも血縁でもないし親でもないしましてや先生でもないけれどなんかその子に関わるというか、そういう大人がいた方がいいと思うんですね。だから別に責任はそんな負わなくてもその子にとっては逆に親とか先生では言えないなんか第3の人でいてあげてもらうっていうのが一番いいかな。よろしいですか？はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では他に何かお聞き、はい、どうぞ。あ、すみません。あ、はい、すみません。突然今日来ちゃって、実は児童文学のお話だということもわからないままフラッと寄せていただいて、まずは本当に興味深いお話が聞けて、あ、今日の午後は得をしたなと思って。感謝申し上げます。児童文学のお話だったのでいろいろな署名が出てきたんですけれど、まあ、知ってるものよりも知らない方が多かったんですが、出てるものは非常に私の好きなものばかりだったのでちょっと力づけられてこう質問してみようとかそういう気持ちになりました。那須加穂さんの西の魔女が死んだが出てましたけれども非常に私も以前読んですごく好きだった作品なんですが、那須加穂さんのその描かれるというか、その那須加穂さんは実は河合駿さんと非常に親しい方だったということも後で知りまして、で河合駿さんが児童文学についてすごく深いお仕事を残されてますけれども、そんな読み解き方とか深層心理とこう児童文学をすごくこう重ねていくとか、その辺についてはどんなお気持ちというかご意見をお持ちかちょっと伺いたいと思います。
河合駿さんとかは、まあ、その心理学とかを駆使して作品を読み解くんですけど、私が評論書いてる時に言ったのが、作品をね、こう明確に読み解いてしまったら、作品が死んじゃうって言われたんですよ。で、まあ、評論っていうのは、むしろその作品を膨らますというか、なんていうんですかね、その分析って、これはこうであるって言い当ててしまったら、それはつまらないよっていうふうに言われたことがあって、でもまあ、それでも私も結構言い当ててしまいたいみたいなところがあって、これはこうだみたいに分析するんですけど、どっかで、河合駿さんはうまくいきたい。きちんとこうね、やっぱつまんないっていうか、僕ファンなんですけど、でもゲドなんかもちょっとそのように読めばそういうふうに読めるだろうけれど、そうじゃない読み方をもっと許容してほしいっていうところがあって、だからまあその一つの読み方だと思うんですけど、なんかあんまり綺麗に読み解かないようにしようっていうのは、なんか私の中ではちょっと、なんていうか、こう、いつも思っているところではあるんですね。はい。今の答えでよろしいですか？はい、ありがとうございました。はい、他にいかがでしょうか？あ、どうぞ。どうぞ。評論誌を出されたのは20年ぐらい前ですかね。その前じゃないですか、2010年、最近ですね。で、また時代が変わっていて、また奥山さんが取り上げられたようなそのテーマだったりとかあるかと思うんですけども、今その児童文学の評論っていうのを今書かれているんでしょうか。で、もし書かれていたとしたらどういうものを書いているのかっていうことと、あと、まあ、書きたいという気持ちがあるということだったらどういうものを書いてみたいかっていうのありますでしょうか。そうですね、今回本当にお二人にすごく読んでもらって、まあ、ちょっと初心に帰ったというか、やっぱりちゃんと書いていかなきゃみたいに思ったんですけど、児童文学、店を始めて一番変わったなと思うのは、この評論集の時、2011年なんですけど、その店始めてすぐ出した評論集で、その前にずっと書いてたものなんで、まあ、それこそ書いてたのは20年ぐらい前のものもあると思うんですが、やっぱり児童文学オンリーだったんですよ。つまり、いわゆる読み物だけ。で、まあ、児童文学の研究してます。けれど、かっこ絵本は除くっていう、そういうスタンスだったんですね。だけど、店始めたら、絵本は除くなんて言ってられないというか、むしろ売れるのは絵本なので、やっぱり絵本のことを知らなきゃいけないってすごく思って、絵本をだいぶ店を始めて、まあ読んだり、あと教えてもらったりして勉強したんですね。で、今は、その絵本と、読み物っていうか物語っていうか、そこのこう違いもあり重なりもありっていうところをちょっと考えていきたいなってすごく思っていて、絵本は絵本の人だ、絵本をやる人は絵本だけであんまり物語読まないかったり、逆に物語の人はそんなに絵本のことをよく知らない、私なんかも前そうでしたけど、でも同じ時代に生まれているものなので、やっぱり時代を見るときに両方を見ていけたらいいかなっていうのは思っていて、それまだまとまってはいないんですけど、その絵本っていう、絵本とかその物語以外の表現の思っている児童文学というか、それが、に触れることができたのがすごく良かったんで、その辺を入れて、なんかこう、考え、時代とかを見ていきたいっていうのは、私の中では今ありますね。はい、よろしいですか？はい、ありがとうございます。あと一つ、二つだと思うんですけども、短歌についてのご、あ、どうぞ。質問かどうかはよくわかんないんだけど、第二回収の方ので、定時性ものと旅物で、本当感覚的な言い方しかできませんけれども、流れてる時間が違うなっていう感じがしたんですよ。そこのところの作り方とか、本人の中で何か、こういう質問されたら、じゃあこういうことかなってんで答えるようなことがあったら答えてみてください。なければ結構です。そうですね、まあ、短歌を始めた、短歌ってテーマとして私がやっぱり一番短歌が生きるのは、まず草文歌、恋の歌ですね。それから霧岡っていうか旅の歌、ずっと歴史的に、それから晩歌、誰かが亡くなった時の
痛む歌で、その3つは短歌にすごく合うって私は思っていて、まあそのために短歌をやってるみたいなところがあって、一番最初に歌を、まあ、やってみないって言われた時にやってみようかなって思ったきっかけは、旅に行った時に旅のことを歌で残せるっていうのがすごくあったんですよ。残してみたいというか、だからまあ最初の頃から第一歌詞もそうですけど、旅の歌は結構、まあ、どっか行くたびに旅の歌は書いてます。で、特にやっぱり教員だった頃っていうのは、まあ、学校で、ずっと現場で、まあ、いろんなことがあってやってたじゃないですか。それで夏休みとかたまにこう旅に行かないとなんか自分の中でバランスが保てないみたいなところがあって、割とこう休みの日は時は物理的にこの場所を離れたいというか遠くに行きたいっていうのがあったりして、まあ、教員だったんで、まあ、夏休みとか結構あるから旅行行くっていうのがあって、その時はやっぱりその日常とやっぱり旅は全然違う時間を過ごしてたなっていう感じがして、だからやっぱり作る歌も全然こうやっぱ変わってきちゃうんじゃないかっていう気はしますね、はい。まあ、そんな感じですか。ありがとうございます。すいません。はい、では最後一問ぐらいと、一つぐらいと思うんですが、いかがですか？あ、なるほど。今日はどうも。はい、今日は素晴らしいお話ありがとうございました。中でもすごく面白いなと思ったのは、召集者のお話だったんですけれども、うん、それっていうのが、人の単位、ではなくて、その自分の中にあるマイナスの部分っていうのも、まあ、環境が変われば、それが生きてくる場面があるのかなっていうところですごく共感しました。で、私が知ってる奥山さんっていうのは、割とこう、情熱的に熱く語ったりするというよりは、こう割と、淡々となさっているんですけれども、その、うん、人生の進み方が割と大胆というか、教員をパッと辞めて書店を開かれたりとか、あとちょっとツイートを何て言うんですか、そういうのフォローしているんですけども、その中にすごく、ユニークなものがあって、いつか小説を書いてくださいって昔お伝えしたことがあったんですけれども、それが短歌の中にも、こうユニークさがあるというか、そういうところはどういう、暮らしの中から生まれてきてるのか、小さい頃の体験からそのユニークさというか、ちょっとこうほろっと笑えるようなところはどうやって生まれてきたのかなっていうふうに興味を持ちました。いかがでしょうか。いや、ちょっと私も自分のことなんでよくわかんないですけど、そうですね、どうなんですかね。まあ、あそこにいる、中村さんがこの間私のことをなんか人を褒めるっていう、まあ、ツイなんかあれで、のシリーズで、まあ、私のことをすごい褒めてくれたんですけど、まあ、その中では私がその、結構漫画を読んで育ったっていうのが、結構そのユーモア感覚に生きているのではないかみたいなことを言ってましたけど、まあ、漫画はすごい好きで、やっぱり笑うっていうか、ユーモア、それはすごく、まあ、お笑いを見るのも好きですし、好きだなと、あとなんか不思議ちゃん成分が私の場合何パーセントって出ましたっけ、あ、8% ぐらいの不思議ちゃん成分があるって言われて、なんかその不思議ちゃん成分あんまり多いとやばい人になってしまうけれど、なんかその成分の量が絶妙ですっていうふうになんか褒めてもらったんですが、まあ、ちょっとやっぱりその変わって、自分でもよくわかんないんですけど、まあ、変わってるところがあるのかなというふうに思ったりもしますけれど、でも自分ではわからない、どっからそこがすごい素敵だと思うし、中村さんのその奥山さんをこう感じる力がすごいなと今思いました。ありがとうございます。その少数者の話はまあ今日ね、十分に深められなかったかもしれないけど、おそらく今後もね、奥山さんたっての大きな多分テーマになっていくんでしょうし、それが特にさっきもちょっと申しましたけど、ファンタジーというところにも大きく関わってらっしゃる奥山さんの中で、っていうところも興味深いと思っています。やっぱりファンタジーっていうのはやっぱりこの今ある世界と、それからまた別の世界、
で、その別の世界っていうのは多分、そもそもファンタジーっていうのは、これは僕の持論になっちゃうかもしれませんけど、子供と老人、子供と老人っていうのは、子供っていうのは、その、生まれてきた、その生まれる前に近いですよね。で、老人っていうのはこれから、まあ、死んじゃうんで、死後の世界に近い。つまりその、一番その、例えば太陽が一番明るいみたいな、青年のその大人の世界のロンリーの世界とちょっと違うわけですね。まだ生まれてきたばっかしで、いろんなことを、これから世界を探索していくっていう子供と、もうその、一番の盛りは過ぎてしまって、これから沈んでいく夕日みたいにね、死ぬ準備をしなきゃいけない、老人の論理、です。その二つは多分その、なんていうんですかね、夜の世界でつながってるわけですよね。で、そういう世界と、その、日常の世界の狭間っていうのはやっぱり、ある種の少数者だろうし、まあ、巫女的な、何かがそういう世界を両方を見ることができるのかもしれないし、まあ、だいぶ自分の解釈を言っちゃってますけども、そういうところに多分惹かれる何かを、高校生活、高校の教員生活も経て、多分、深く感じられてるんじゃないかなと僕はこう思ってますし、そこは今後も含められていくのかなと思います。よろしいですかね。何かあとは大丈夫。何か最後一言おっしゃいますか。大丈夫ですか。そうですね。やっぱりまあ子供と、まあ、老人っていうのはあって、でも実は一番窮屈な思いをしているのは、多分その多数派にいなきゃいけないと思って必死になっている人たちではないかっていうふうに最近はすごく思っていて、まあそれこそ家族のために働きゃいけなきゃいけないみたいに思ってるお父さんとか、まあ逆に私は最近そういうその人たちにというか、まあそういう窮屈さみたいなものにこうなんか苦しんでる人たちというか、まあ私が苦しんでないわけじゃないんですけど、なんかそういうところとつながって、そうしないとやっぱり世の中動かないかなっていうふうに最近ちょっと思ったりとかして、いるんですけども、はい、なるほど、はい、もっとまたこのね奥山さんの秘境世界が広がってきそうな今予感がしましたけどもではちょうど時間になりましたので、一応このインタビューと、質問コーナー終わりにしまして、この後はティータイムおよびもしご希望の方がいらっしゃったらばサイン会ということにしたいと思います。どうもありがとうございました。ここに私の論で結構触れてる人の本とかもありますので、もう私の歌詞、あれよりもこういうこの辺の作品を読むといいかなっていうのもあるので、ぜひ見てってください。じゃあお茶の準備をちょっとさせていただきます。はい、手伝ってね。ごゆっくりされて全然大丈夫。